黒砂糖。黒砂糖または黒糖はサトウキビの搾り汁を煮詰めて作る黒褐色の砂糖を含む蜜糖で甘味料として用いる。は黒砂糖の英訳だが日本語でのブラウンシュガー、茶色の砂糖の総称とは異なる。その色から黒と形容されているが、これは型に流し込んだブロック状の塊の状態でのことであり、取り出して粉砕して粉末にすると褐色となる。蜜分を多く含むことから、白砂糖と比べると固まりやすく、大抵はブロックを砕いた程度の状態で販売されている。これを砕いたりすりつぶしたりし、あるいは煮溶かして、料理や菓子の材料にしたり、コーヒーや紅茶に入れる、甘味料として使われるほか、飴のように直接口にして風味を楽しむ。黒砂糖は、サトウキビのアルカロイドなどの各種成分を含んでいるため、諸糖などの糖分は 80% 強と砂糖の中で最も低い。本来は不純物であるカルシウムや鉄、カルシウム、亜鉛など各種のミネラル分が糖蜜に多く含まれているため、渋みや苦味といった雑味も多く、カラメルのように甘みも強く感じられることから、味わい深いが、その独特さゆえに、料理や菓子の材料としてはやや用途を選ぶ。サトウキビの茎の絞り汁を加熱し、水分を蒸発させて濃縮したものを冷やし固めて作る。酸性を中和し、不純物を沈殿させやすくするために、絞り汁に石灰を混入するが、糖分の分離生成をしておらず、砂糖の分類としては、含む蜜糖にあたる。日本では、沖縄県や鹿児島県の特産品として作られている。日本国外では、バルバドス、フィリピン、ベトナム、フィジーなどが著名な産地であり、英語ではバルバドスシュガーとの呼び名もある。台湾もかつては大量に製造し、輸出していたが、近年は衰退している。土の中から栽培する、サトウキビを黒糖にする工程で、ボツリヌス菌の芽胞が含まれてしまう可能性があるため、1歳未満の乳児が摂取すると中毒症状である。乳児ボツリヌス症を引き起こし、最悪の場合には死亡することがあるため、警戒を要する。日本においては、消費者庁が2010年、平成22年にJAS法解釈通知の食品表示に関する Q&A を改定して、黒糖の定義を明確化し、翌2011年、平成23年には、再改定により黒砂糖の定義を明確した。その定義によれば、黒砂糖及び黒糖は同義で、とされる。消費者庁は黒砂糖の定義を明確化した理由として、黒糖と黒砂糖が同じもの、別のもの、わからないと答える消費者がほぼ3分の1ずつで、区別がわかりにくかったことを挙げている。従来、加工黒糖や粗糖、ザラメに糖蜜を混ぜた再生糖が黒糖として販売されていたが、これにより、定義に当てはまらないものの表示に黒糖という表現が使えないようになった。この定義は日本黒砂糖協会でも採用されている。また、沖縄県黒砂糖協同組合では、黒糖を沖縄県と鹿児島県の離島で主に生産される含蜜等のうち、サトウキビの絞り汁だけを煮沸濃縮以外の加工をせずに製品化したものと、また沖縄黒糖を同組合に所属する4企業1団体の製糖工場、8つの離島工場で生産されるものと定義している。沖縄黒糖は2006年、平成18年4月に特許庁の地域団体商標の登録を受け、文字商標で同年6月には財団法人食品産業センターの本場の本物認証制度に認定されており、独自のマークを印刷された上で販売されている。沖縄では1623年、元和9年、琉球王朝正保3年に、中国から義馬新城が製糖法を習得して普及させ、沖縄の生活や文化、農業や経済と深く関わりながら発展した。現在では、沖縄県と鹿児島県の離島や、他の農作物の生産が厳しい島々で生産され、特産品となっている。サトウキビの実から製造される黒糖は、沖縄県の伊江島、粟国島、伊平屋島、多良間島、小浜島、与那国島、西表島、波照間島の8つの離島で生産され、総生産量は年間8から9,000トンである。沖縄県や鹿児島県などサトウキビ栽培が盛んな地域では一般的な甘味料として流通しているが、それら以外の地域ではミネラル分を豊富に含むことから健康食品として扱われることも多く、主に健康食品売り場や郷土産品売り場などで販売されている。昔からの産地である九州、沖縄地方では黒砂糖を使った郷土菓子や料理などが多い。黒砂糖を水に溶かして煮詰め、とろみを持たせたもの、あるいは製糖の段階で出る糖蜜を黒蜜という。日本では蜜豆、わらび餅、くず餅、地方によってはところてんなどにかけて食べる。台湾では、かき氷や豆腐下と呼ばれる豆腐のデザートにも用いる。日本では、原料糖、粗糖、糖蜜等に黒糖または、サトウキビの搾り汁を配合し、強雑物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、冷却して製造した砂糖で、固形または、粉末状のものを言う。また、加工黒糖の黒糖使用割合は、製品重量に対して 5% 以上とし、黒糖の代わりに、サトウキビの搾り汁を使用する場合は、サトウキビの搾り汁中の諸糖分重量にて読み替えるものとする。従来、黒糖として販売されることがあったが、2012年4月1日から黒砂糖や黒糖と商品表示ができるのは、サトウキビの搾り汁を使った商品に限られ、黒糖に、粗糖や糖蜜を混ぜた商品は誤認を避けるために加工黒糖と呼ぶことになった。黒糖に原料糖、粗糖、糖蜜をブレンドしているので品質を一定に保つことができるため加工食品の原料に適している。甜菜については糖分を高度に生成する必要があることからサトウキビと同じような黒糖を作るのは難しいとされてきたが2006年に北海道網走市の業者によって、甜菜黒糖が製品化されて試されており、食品材料としても供給されている。サトウキビ由来の黒糖とは異なる、オリゴ糖などの特徴的な成分を含有する。現在においても一社のみが生産している。消費者庁が黒糖の製法に関して、サトウキビのみを原材料と定義したことで、2010年12月21日の網走市議会において、北海道の基幹作物の甜菜を原材料としたものも、黒糖と表示することを認めるよう決議し、関係先に意見書を送達した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。